マリア・ラスプーチナは、ロシア帝国出身のダンサー、サーカスパフォーマー。ロシア皇帝ニコライ2世に取り入り、海装と呼ばれたグリゴリー・ラスプーチンの娘。ラスプーチンに関するコロ録を執筆したが、父の修文の大半を、性的による劣像と主張するなど中立性に欠けていると指摘されている。そのため、コロ録の信憑性については疑問視されている。 1898年3月26日に、トボリスク県、ポクルフスコエ村に生まれ、翌日洗礼を受ける。青年については1899年説が広く、ルフしており、マリアの墓石史にも、1899年生と掘られているが、1990年以降の情報公開による研究の進展により、1899年説は、覆された。 1910年9月にカザンギムナジウムとサンクトペテルブルクを訪れ、自身の希望により名前をマリアに改名した。ラスプーチンは小さな宿女にするためにマリアと彼女の妹、バルバラをペテルブルクに呼び出し、アパートで共に暮らすようになった。マリアとバルバラはスモーリヌイ学院への入学を拒否されたため、1913年10月から、 ステブリンイコールカミンスキー私立予備学校に入学した。ラスプーチン夫妻とマリア第一次世界大戦中、マリアはグルジア人の役人と婚約しており、この役人はラスプーチンの口添えで前線部隊への配属を免れ、ペトログラードの予備大隊に配属されていた。また、マリアはオペラとボリショイサンクトペテルブルク国立サーカスに関心を抱いていた。 1916年12月17日、ラスプーチンはフェリックス・ユスポフに招かれてもイカ宮殿を訪問した。翌朝、マリアとバルバラは、ラスプーチンと親しかったアンナ・ビルボバに、父が行方不明になったことを告げた。ビルボバから報告を受けたアレクサンドラ・コゴーは警察に捜査を命じ、警察はペトルフスキー橋から、ラスプーチンのものと見られる血痕とガロッシュを発見し、 マリアとバルバラによって、父のものであることが確認され、翌朝に、ラスプーチンの遺体が発見された。定説では、ラスプーチンは毒を盛られたとされるが、マリアは暗殺未遂事件以降、父が遺産方に苦しみ砂糖を飲んで何をしのいでいたとして、父の秘書アロンシマノビチと共に毒殺説を否定している。一方、マリアは暗殺された理由として、 同性愛者だったユスポフが、父に関係を断られた腹いせに殺したと主張したが、歴史家のジョゼフ・ヒュルマンは、ユスポフがラスプーチンを魅力的な性的対象として、見る理由がないと否定している。12月21日に、ラスプーチンの葬儀が執り行われた。マリアは、バルバラと共に葬儀に参列したと主張しているが、これを証明する資料はなく、真偽不明となっている。 葬儀が終わった後、二人はアレクサンドロフスキー宮殿に招かれて、オットマの遊び相手を務め、その後はフランス語教師のアパートに移り、プラスコビアはアレクサンドラ皇后から5万ルーブルの見舞金を貸しされ、1917年4月にポクロフスコへ村に帰った。母が帰郷した翌日、二人はタブリーダ宮殿に軟禁されるが、ボリス・ソロビエフによって解放される。 ボリス・ソロビエフは政務会員の財務担当でラスプーチンの信奉者だったニコライ・ソロビエフの息子であり、ラスプーチンは彼と結婚するようにマリアに生前進めていた。ボリスはヘレナ・ピー・ブラバツキーの下で神知学を学び、ラスプーチンの死後は彼の信者を相手に高齢会に出席するようになり、彼の後継者として見られるようになった。マリアも ボリスの高齢会に出席したが、彼女は日記の中で父がボリスを愛していると言っていた理由を理解できないと記し、彼のことをすべてが気に入らないと述べている。一方、ボリスも周囲に彼を慕う女性が多かったこともあり、マリアへの興味を失っており、性的な関係としてもマリアは役に立たないと日記に記している。1917年9月、ボリスは アレクサンドラ皇后から逃亡資金として宝石を受け取ったとされる。その後、マリアは10月5日にタブリーダ宮殿でボリスと結婚している。ロシア臨時政府の崩壊後、ロシアの情勢は悪化し、二人は1918年春にボクルフスコエ村にいるプラスコビアのもとに身を寄せた。ボリスはマリアの兄ドミトリーと共にアレクサンドラ皇后の救出を計画し、 デカテリンブルクから来た役人と接触した。しかし、彼は、ロシア内戦の間に、皇后から受け取った宝石で得た財産を、失ってしまう。金に困ったボリスは、中国への脱出を図るロシア貴族から金を、騙し取った。スペインの雑誌、エストンピの記者から取材を受けるマリア・マリアとボリスは、ウラジオストクに脱出し、そこで一年間暮らした。しかし、 ボリスは白軍に逮捕され、下に連行された。長女タチアナが生まれた後、一家は船でロシアを脱出し、セーロンスエズトリエステプラハを転々とした後に、ロシア料理店を開業するが、成功しなかった。経営が行き詰まっていた頃、マリアはウィーンで働くように促され、この間に次女マリアがバーデンバイウィーンで生まれている。マリアはベルリンでダンスのレッスンを受けながら、 シマノビッチと共に生活していた。その後、一家はモンマルトルに移住し、ボリスは家族を養うために、石鹸工場、ナイトポーター、戦車、ウォーターマンなどで働いたが、彼は1926年7月に結核で死去した。ボリスの死後、マリアはラスプーチンの娘という理由でキャバレーのダンサーとして雇われた。マリアは娘を養うために、それまで以上に、 ダンスのレッスンを受け、また、バルバラと一緒に暮らそうとフランスに招いたが、彼女はすでにモスクワで死去していた。1928年、ユスポフがラスプーチン暗殺に関する回雇録を出版した際に、暗殺犯であるカレ・トドミトリー大公に対して80万ドルの損害賠償を求めて裁判を起こした。マリアは、二人は殺人者であり、 まともな人間ならば彼らが父を残忍なやり方で殺したことを知って驚愕するだろうと主張した。しかし、裁判所は事件はロシアで起きた政治的殺人であり、フランス司法の権限は及ばないとして、マリアの訴えを棄却している。1929年、マリアは父に関する最初の回顧録、ザ・リアル・ラス・プーチンを出版した。同年、マリアは ブッシュサーカス団で働くことになり、そこでラスプーチンの生涯と暗殺を描いた舞台でダンスを踊ることになった。マリアはこれに対して舞台で七役の俳優と対峙するたびに思いがけない怒りの記憶が心に刻み込まれ、私の心は壊れて泣き崩れたと語っている。1932年に2冊目の回顧録、ラスプーチン、マイファーザーを出版し、 1933年1月にシルク・ドイバーの舞台に出演した。1934年11月にはロンドンに移り、1935年にはアメリカ合衆国インディアナ州にあるハーゲンベック・ウォレス・サーカスで働き始める。マリアは猛獣使いとして巡業に加わり、工業の際には世界を驚愕させたロシアの階層の娘と洗練された。 1935年5月に熊に襲われ負傷し、サーカスがフロリダ州マイアミに到着した際に対談した。1938年に娘たちをアメリカに招くが、彼女たちは入国を拒否され、マリアも90日以内に国外退去するように命じられる。しかし、マリアはマイアミに泊まり、1940年3月に幼馴染みで、 元白軍将校のグリゴリー・ベルナドスキーと結婚した。1946年にベルナドスキーと離婚し、アメリカ市民権を取得した。翌1947年には、次女マリアがボイセバン家の出身で、外交官のギレオムオーセーブ・ボイセバンと結婚した。マリアは、第二次世界大戦中は、マイアミア・ロサンゼルスで、ロージーザリベッターとして働き、 1955年に年齢を理由に退職を余儀なくされた。退職後は病院で働き、ロシア語を教える傍ら、友人の子供のベビーシッターとして暮らしていた。1968年から霊能力に関心を抱き、夢の中でベティフォードに会ったなどと主張し始めた。また、アンナ・アンダーソンをアナスタシア王女だと認めたが、後に撤回している。晩年は、 社会保障給付を受けながら、ロサンゼルスで暮らし、1977年9月27日に死去した。遺体は、アンジェラスイコールローズボッチに埋葬された。ラスプーチンと子供たち、ラスプーチンの生涯については、マリアの解雇録に詳細に書かれている。彼女によると、ラスプーチンは、正規の修道士ではなく、ロシア提出に取り入るきっかけとなった。 アレクセイ皇太子の血友病を治癒したことについては、時期を用いた治療だったと主張している。時期治療は、シベリアの土着宗教フリスト派の知恵を借りたものだと主張している。マリアによると、1914年7月12日に発生した器用ニャグセバによるラスプーチン暗殺未遂事件以降、父親の人格が一変したという。マリアは、母プラスコビアと共に、 ラスプーチンを連れてチュメニの病院に向かい、回復したラスプーチンは7週間後にペテルブルクに戻った。ラスプーチンは思考も変化し、事件以降はデザートワインを好んで飲むようになったとマリアは主張している。マリアは孫娘に対してラスプーチンは寛大な人間だったと語っていた。ラスプーチンは空っぽの財布で家に帰るべきではないと語る反面。 貧しい人々に金銭を渡していたという。孫娘のロランスイオソはラスプーチンのひ孫娘であることを隠し続けていたが2005年に自身の出自を明かした。次女マリアは祖父はロシアと神、皇帝を愛し大きな心と強い精神力を持つ人だったと語っている。ありがとうございます。